はい、ズキです。本日ついにというかようやくというか ASUS のフラッグシップスマートフォン、こちら ZenFone6 の国内発売が発表されました。製品自体は5月に発表され、海外ではすでに発売されている端末となります。私も技的認証モデルである香港 B 版を購入しご紹介していますので、詳細についてはそちらの動画をご覧いただければと思いますが、特徴をざっくり言うと、こちらのフリップカメラと呼ばれる前後180度回転式カメラを搭載したノッチレススマートフォンです。ディスプレイ面にカメラはなく、ノッチレスです。カメラを起動すると、現在アウトカメラの状態ですが、ここをタップすると、はい、このように回転してきてインカメラになるという仕様です。インカメラにすると背面にフリップカメラと表示されるようになっています。もう一つのノッチレススマートフォン、こちらリノ10倍ズームが、はい、見えますかね、このようにせり出すピボットライジングカメラと呼ばれる扇形のカメラを搭載しているのに対し、 ZenFone6 のフリップカメラの方が可動範囲が大きい分、フリーアングルでの撮影やオートパノラマが可能になっています。アウトカメラとインカメラが同じ性能というのも特徴的かもしれません。それでは日本発売モデルのスペックを確認しましょう。本体カラーはトワイライトシルバーとミッドナイトブラックの2色展開。ストレージは 256GB と 126GB が選択可能です。サイズは高さ 159.1mm、 幅 75.4mm、 厚さが 9.1mm、 重量が約 190g となっています。ディスプレイは 2340×1080 ドットのフル HD プラス 6.4 インチ IPS 液晶ディスプレイ。チップセットは最新のスナップドラゴン855。なお、この秋以降発売される予定の ASUS のゲーミングスマホ ROG Phone 2はアップデートされたスナップドラゴン855プラスが搭載されることになっています。ラムはストレージに合わせて 8GB と 6GB となります。カメラは4800万画素メインカメラと1300万画素広角セカンドカメラのデュアル仕様。SIM スロットは2つで、はい、こちら今 SIM スロットを取り出してみましたが、SIM カードが2枚させて SD カードもさせるというトリプルスロット仕様となっています。指紋センサーは背面ですが、顔認証にも対応しています。ポートは USB Type-C、 イヤホンジャックを備え、電源ボタン、ボリュームボタンのほか、スマートキーと呼ばれる便利ボタンも備えています。バッテリーは驚異の 5000mAh で 18W 超急速充電に対応しています。なお、防水防塵お財布携帯には対応していません。国内発売は8月23日、今週の金曜日で、価格は RAM 6GB、ストレージ 128GB モデルが税別69,500円、 RAM 8GB、ストレージ 256GB モデルが税別82,500円となっています。海外版にあった RAM 6GB、ストレージ 64GB モデルは日本では未発売となりましたが、RAM 12GB、ストレージ 512GB の30周年記念モデルは30ヶ月保証付きで税別 103,030円、税込み 111,272円で発売されることとなりました。それではどこで購入するのが一番お得か、久しぶりに俺たちのグーシムセラーこと OCN モバイル1をチェックしてみましょう。音声 SIM とのセット契約となりますが、いわゆる定価より RAM 6GB 版が7000円お得に、 RAM 8GB 版が1万1000円お得になっています。といっても音声 SIM の諸費用が最低契約期間の半年間合計でおおよそ1万4000円ほど発生しますので、今回のグーシムセラーに関しては、実際に音声 SIM が必要な方や MNP オプション契約をされる方以外はあまりお得ではないかもしれません。お得なプランや取扱い店舗をご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄までお願いします。そして私のこちら ZenFone6 なんですが、前回の動画でベンチマークテストをするたびにシャットダウンをしてしまうという症状が起こりました。そして先日カメラテストをしようとしたところ、撮った写真が保存できない、連続して撮影できないという症状が現れました。
前回の動画でも触れましたが、さすがにこれは初期不良だろうということで販売元のイオシスさんに相談したところ、一応確認していただいた上での判断となりますが、現在変わる商品もないとのことで返却の上返金対応ということになりました。私としてはこの特徴的なカメラのカメラテストもしたかったので国内版も検討はしていますが、本日ドコモから P30 Pro の発売決定および予約受付開始のお知らせが届き、そして来週には au からトルク G04、 そしてそれ以降もメインスマホの iPhone、 サブスマホの Galaxy Note 10と新端末が目白押しとなっていますので実行したいと思います。Zenfone 6のヌルサク選手権については問題なくプレイができ、撮影も完了していますので今週中には公開できると思います。お楽しみに。まだの方はぜひチャンネル登録もお願いします。ということで、このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについてということでこのチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。